ダニエル・シュバーブは、西ドイツ・バーデンビュールテンベルク州、バルトキルヒ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。2000年から、SC ・フライブルクのユースに入団。2006年からは、トップチームの一員となり、ツバイテリーガでは3年間で、DF ながら5得点を挙げる。2008から09シーズン、フライブルクは、ツバイテリーガで1位となり、 ブンデスリーガ昇格を決めた。同2009年に、バイエルレバークーゼンへと移籍し、1FSV マインツレ5ゴ戦でトップリーグデビューした。2013年7月1日に、VFB シュトゥットガルトへ移籍した。2016年6月、契約満了により退団。2016年7月11日、PSV アイントホーフェンへ完全移籍。 2019年5月14日、契約満了につき2018から19、シーズン終了をもって退団することが発表された。以降所属チームなしの状態が続いたが、2020年10月22日に現役引退を表明した。U-18 からは、ドイツ代表としてもプレーした。2009年に行われた U-21 欧州選手権にも招集され、 チームは優勝を果たした。ありがとうございます。